昨日午前7時半ごろ、北海道東部の羅臼町で大規模な土砂崩れが起き、付近の道路が通行止めとなりました。現場の先には104世帯265人が住んでいて、現在も孤立しています。外国人観光客や通院が必要な住民らは船で救助され、羅臼漁港に到着しました。早く復旧してくれないと生活道路になってるからね。町によりますと、山の上にある水道管が破損して水が漏れ出したことが土砂崩れの原因とみられています。重機で土砂の撤去を始めていますが、開通のめどは立っていません。